こんにちは、マタです。今日はですね、皆さん、ステップンってアプリをご存知でしょうか？ブロックチェーンの技術を使って、歩いて仮想通貨を稼ぐ NFT ゲームなんですよ。今回はですね、そのブロックチェーンとか NFT とかあんまり馴染みがないよっていう方に向けて、ブロックチェーンとか NFT が何なのかっていうご説明と、ステップンのアプリの紹介も掛け合わせてご紹介させていただこうと思います。ブロックチェーンっていうのは、一言で言うと、ネット上で言うほぼ改ざんができない技術のことなんですよ。ざっくり言うとね。なので最近言うたらビットコインとかその仮想通貨っていうのはブロックチェーンの技術を使って作られてる言うたら仮想上のコインなので一時期注目されてたんですけど、そのブロックチェーンの技術を使って最近注目を集めてるのが NFT っていうやつなんですよ。NFT っていうのは何やねんって話なんですけど、今までやったらパソコンとかで使われてた画像のデータとかってすぐコピーとかできるじゃないですか。その画像に対してブロックチェーンの技術を応用して、簡単に言うとその画像に本物ですよっていう判子を押すんですよ。でそうすると今まで複製してどれが本物かわからなかったものを本物なのか偽物なのかとか、そういう判別ができるようになったんで、そのものに対して価値が生まれるようになったんですよね。例えば絵とかもそうですよね。今までやったらデジタルで描いた絵とかもコピペしてしまったら、普通に見分けつかんなくなるんですけど、NFT の技術を使うことによって、それが世界で唯一一枚本物ですよっていう証明もできるってことです。ステップンっていうのは、その NFT の技術を使って作られた、ゲームの一つなんですよ。で、NFT ゲームっていうのは結構その世界にいろいろ何個かあって、そのゲームをすることによって、簡単に言うとお金が稼ぐことができたりするんですよ。クリアすることでアイテムもらえたりとかするじゃないですか。そのアイテムを、自分は使わなくても、他に欲しい人おったりとかに売買できたりとか、たまたまレアなアイテムとかが出たら、それをすごい高く売れたりとかのが魅力なんですよね。で、その中の一つにステップンってのがあって、毎日定期的に歩くことによって、運動もできるし、お金も稼げる。そういうようなアプリになります。ちょっと分かりにくかったらごめんなさい。で、何月だったかな ?12 月ぐらいにベータ版がリリースされたばっかりで、日本では、ほんまに稼げるんですかっていうその不安な声が多いんですよ。簡単に言ったら詐欺じゃないかとか、ポンジスキームじゃないかっていう噂もあるんですよ。だから、あんまりっていうかおすすめはしないんですけど、でも、実際ほんまに稼げるんですかっていうのが気になるじゃないですか。なんで、今回僕靴買ったんで、その靴で、どれぐらい稼げるんかっていうのを検証していきたいと思うんですよ。もうここまでで僕30分喋ってるわ。僕もまだ買ったばかりでほとんど歩いてないんですけど、その NFT ゲームがなんで注目されてるかっていうと、そういったことでお金が稼げるようになったんで、将来的にはゲームだけでお金が稼げて生活できるんじゃないか、そういうような期待もあるんですよね。で、それの先駆けとしてステップンがすごい注目浴びてて、ただ今やってる人も割合的には日本多いんですけど、それでもやっぱりね、まだ数が全然少ないんですよ。やってる人がね。で、始めるにしても結構高いんですよ、その靴が。だから本当にちゃんと元手が回収できるんかっていうところと、回収してからどれぐらい稼げるようになるんかっていうのを長期的にレビューしていきたいと思います。もう一度言っとくんですけれども、まだ開発中のアプリっていうのもあるし、で、仮想通貨ってどうしても投資の対象になったりとか、あと税金のことも絡んできたりとかするんで、おすすめはしません。で、プラス、やるんであれば、ちゃんと勉強して、自分でその口座の開設だったりとか、お金とか管理して、やるようにしてください。で、どうしても、ポンジスキームの FX みたいに、なんぼ預けたら毎月なんぼ渡しますよ、みたいな、知識なくても稼げますよっていうのが、どうしても多分詐欺で出てくると思うんですよ。なんで、絶対に自分で知識つけて、口座開設して、これが本当に大丈夫なんかどうかっていう判断っていうのは、本当に自己責任でお願いします。ということで、次は、実際にそのステップンがどういうアプリなのかっていうのを、アプリ見ながらご説明していこうと思います。ステップンっていうのは、こういうロゴのアプリなんですけど、
まあ、これ、まあ、僕ちょっともう登録してもうてるんであれなんですけどね、トップ画面はこんな感じになります。で、登録するのと、あとそのビットコインとか買ったりとか送金するのに結構時間かかりました。 YouTube とかで解説する手本の動画とかあったんで、それ一応下にやっていきます。結構大変です。で、僕が買ったんがこのスニーカーね、あるんですよ、2つ。で、この靴が1個ね10万ぐらいするんですよ。靴も歩くんかジョギングするんか、走るんかによってその靴の種類が変わってくるんですよ。で、それとあとレベルとか、あとこの靴の詳細画面のこの一番下の、言ったら靴の性能の数字の多さによって値段が変わってくるんですよ。で、この靴っていうのはソラナっていう仮想通貨で買うことができるんですよ。で、そのソラナを買うのに結構またそれもややこしくって、まず僕30万円分ぐらい送金して、で、ビットコイン買って、で、そのビットコインをソラナに変えて、で、そのソラナの仮想通貨をこのステップのアプリに入れたんですよね。まあ、とりあえず30万円今のところ投資してます。で、このステップには仮想通貨が3種類あって、これ見てもらったら分かるんですけど、その GST っていう仮想通貨と GMT っていう仮想通貨と、で、ソラナですね、の仮想通貨3種類あります。この靴を買うときはこのソラナっていうのがいるんですよ、一番下ので。買った靴で歩いてもらえるのが GST っていう仮想通貨のコインになります。靴は僕どっちもジョガーっていう、そのジョギングできるやつにしました。このジョガーだとだいたい4キロから10キロの間ね、まあ走ってくださいねって感じなんですよね。で、昨日早歩きしてたら、まあ 4.7 から 5.8 キロぐらいの間をずっと計測してたんで、まあジョガーで良かったかなと思います。この靴自体はそのまあ買うこともできるってことは、まあ、売ることも一応できるんですよ。で、今年の9月やったかな、この靴自体をレンタルすることもできるらしいんですね。で、そのレンタルのサービスが開始されたら、靴を持ってなくても靴をレンタルして走って稼ぐこともできるらしいんですよ。で、その代わりその稼いだその GST っていうコインは7割そのレンタルした側に入って3割もらえるって感じらしいです。まあ、ちょっと稼ぐ量は減るんですけど、投資しなくても稼げるようになるみたいなんで、まあ、それまで待ってもいいかもしれないですね。で、どの靴かっていうのを選択して、で、スタートをして、その歩く距離と時間に応じてその GST っていうコインが何本か入ってくる、そういう流れになります。で、このスタートの上にあるこのボルトマーク、エネルギーマークなんですけど、これが最初は1足持ってるとマックス2エナジーなんですよ。1エナジーが時間で言うと5分、5分間歩くような感じですね。6時間ごとに 25% 回復していくんですよ。24時間でマックスまで回復して、1日まあ言うたら10分歩けたりとか走れたりすることになります。で、そのエナジーっていうのは靴の数を増やしたりとかすることによって、まあ言うたらどんどん増えていくんですけど、昨日僕そのアプリを始めて、で、この稼げた GST っていうのがこの1エネルギー消費して 3.07GST コインをもらうことができました。ちなみに、1GST が今だいたい400何倍だったかな、昨日時点で421円なんで、まあ、だいたい1200円ぐらい、5分歩いて1200円ぐらい、1200円相当の仮想通貨がもらえたって感じになります。で、僕はそのソルを買って全部ソルだったんですけど、レベルアップとか、またその靴歩くたびに修理が必要なんですよ。その修理するのにまたその GST のコインが必要なんで、その余ったソルをもうほぼほぼ GST に変えました。で、確かね 16.19GST コインになったんで、まあそれでちょっと今レベルアップしてます。そのレベルアップすることによって稼げる GST のコインの効率が上がったりとか、あとはその修復するコストっていうのが安くなったりします。で、そのどうしてもね、レベル上げたりとか、
その修復したりするのにも GST コインかかるんで、なんかそのね、計算した人がいて、ちゃんと。だいたい回収するのに最低でも1ヶ月半ぐらいは絶対いるみたいで、その稼げる金額とコストとかうまいことやっても1ヶ月半ぐらいは最低でもないと、毎日歩かないと元手が回収できないみたいです。まあ、ということで、まあ、またその靴の種類だったりとか選び方だったりとかっていうのは、またちょっと一応なんかね結構出てるんであれなんですけど、まあ、もし気が向いたら出そうかと思います。でこのステップンの靴も、まあ、レベル上げたりとか修復したりとか、あと合成とかもできるんですよ。合成するとなんかその新しい靴が1個誕生するといいますか。でまたその合成するのにもお金かかるんですよ、その GST コインが。なのでまあすぐすぐは稼げないんですけど、まあ僕今その一応出しとくんですけど、こんな表を作って、でまあ僕最初30万投資してるんで、コストがなんぼかかって、まあいつになったらとりあえずこの30万が回収できるかっていうところと、まあその回収した後どれぐらいのレベルで、まあどういった数値でどれぐらい稼げるんかっていうのを、まあ、実際に検証してみて、まあ、動画としてねこうアップロードしていきたいと思います。まあ、ということで今日はステップのお話をさせていただきました。まあ、YouTube ではこの収益の集計をご報告だったりとか、まあ、経過とかをねお知らせできたらなと思います。じゃあの Twitter の方ではその、まあ、多分毎日歩くと思うんで、1日稼いだ GST がなんぼでっていう、まあ、その画像のねツイートしようかなと思ってるんで、まあ、また気になる方は、こっちのチャンネル登録と Twitter のフォローとしていただければと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。